テオ・ヤンセンは、オランダの彫刻家、物理学者。1948年3月17日、オランダのデンハーグ、スヘフェニンゲンで生まれる。1968年から、デリフト工科大学で物理学を学び、1974年に学位なしで卒業した。1975年に画家に転向する。1990年、風力で動作するストランドビーストの制作を開始。アートと科学が融合した多くの芸術作品を生み出している。2009年にはアジア初の作品展示、テオ・ヤンセン展が日比谷パティオで開催され、以降、日本では日本科学未来館など各地で作品展が開催されている。ストランドビーストメディアを再生する、ストランドビーストが動く、ヨースホーリーナンバーストランドビーストは、プラスチックチューブで構成され、風力によって生物のような歩行をする造形作品。一脚を構成する各チューブの長さの比率は、ホーリーナンバーと呼ばれる13の数字で示される。プラスチックチューブの各部品を細胞と呼び、ストランドビーストを構成する基本単位としている。作品の変遷を生物の進化に模している。1990年以前、コンピューター上を動く人工生命の実験をする。1990年から1997年までチューブを粘着テープで接合したビーストの制作に始まり、風力を活動のエネルギーとする作品を制作。1997年から2001年、木材を素材とした巨大なビーストを制作。2001年から2006年、活動のエネルギーであった風力がペットボトルに風を溜めた。圧縮空気に変わる。2006年から2014年までプラスチックチューブと弁を組み合わせた部品のストランドビーストを制作。2015年に塩ビ管、タイラップ、ロープ。2016年には塩ビ管、帆布を組み合わせて制作。2017年にプラスチックチューブ。2018年には PVC チューブ、プラスチック、キャンバスを使用。2019年は塩ビ管、タイラップ、テープ、ロープを使用してビーストを制作した。ありがとうございます。